花粉を集める西洋蜜チキストスインカヌスの花に泊まる、細平ターブ花粉植動物は、種子植物によって生産される花粉を選択的に植物とする植物食動物の一群である。ほとんどの新生の花粉食動物は、昆虫類とダニ類である。この植生分類が最も厳密に適用される場合、本質的に全ての花鉢と、 ごく少数の花鉢以外の蜂類だけが該当する。これらの昆虫では、花粉が全生活史のうちに消費される唯一の固形の食物であることがその理由である。花粉食のダニ類とそう目の昆虫は、外して花粉の外膜を接触することなく、花粉粒の内部にある液体部分だけを摂取する。また、幼虫期もしくは成虫期の一段階における、 花粉食を花粉食動物のリストに含む場合、その数は膨大となり、多くの甲虫類とハエの仲間、及び蝶とが、そして戦術以外の蜂が加わってくる。蜜食動物である様々な蝶類やその他の蜜食動物がそうであるように、機械的に花粉を食べる昆虫は膨大な数に上る。花粉食動物とその関連で特筆に値するものをここに示す。 花鉢類、花眉類は倉庫なしとして自然界でも重要であり、花粉媒介の修正は作物生産にも利用されている。ありがとうございます。